こんにちは。何食べてるの？メロンです。ハルトです。はい、今回はデュエマのベスト10です。デュエマカード。うん。デュエマ。第一発表しましょう。え、10位からやるんじゃないの？うん。1位から発表するの？それおかしいよ。盛り上がらないじゃん。うん。10位からやってください。10位から。第10位は、テグリ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 、早くしてください。CM の後で。もし、まだ何もやってないし引っ張る。決まりましたか？全座美食秘宝サイキックイーター、これはシールドトリガーのブロッカーで、しかもこれクリーチャーで、シールドトリガーブロッカーで、このクリーチャーアタックすることができないんだですけど、これ意外と恐怖ですよ。このクリーチャーがバトルゾーンを離れた時、相手自身はサイキッククリーチャーを1体選び破壊するです。そうですか。サイキッククリーチャーっていうのは、これとこれとこれ、これとこれがつながるって意味です。つながってクリーチャーになるんですよ。それを破壊できる。1枚、1体、2人と2体、ダメージゾーンが2枚になるから、最強です、この方。そうですか。意外と。はい、じゃあ、さらっと9位いってください。どんどん9位は、デン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 デアースイーターの、はい、ブロッカー、やっぱりブロッカーです。ブロッカーっていうのは何なの？ブロッカーというのは、相手クリーチャーがアタックするとこのクリーチャーをタップして、そのアタックを阻止するの。あ、なるほど。その後、その相手クリーチャーとまたバトルするの。難しいね。またもう一回仕掛けられる。お父さん全然デュエマわかんないんだよ。ガチンコジェットやったら余計強くなります。本当？はい。じゃあこのクリーチャーをバトルゾーンに出したら、カードを1枚自分の技のゾーンから手札に戻す。じゃあ相手もうピンチの時一瞬バーッ回復ってなります。はい、次行ってください。でこのクリーチャーをアタックすることがね、はい、これは普通ですね、はい、こういうのを私は選ぶのが得意ですから。はい、じゃあ第8位どうぞ。第8位はコツコツデンデデデデデデン、じゃあ送信流カノンプスカノプス、カノプス、カノプス、カノプス。自分のターンの終わりにクリーチャーを1体自分の手札から捨てて、もよそうした場合、自分の山札から上の上から3枚を見る。その中から1枚手札に加え、1枚を山札の一番下に戻し、残りの1枚を山札の一番上に置く。ほう。ダブルブレイカー。このクリーチャーはシールドを2枚ブレイクする。あ、それはブレイカーなのね。そう、はい、じゃあ7位お願いします。サクサクっとお願いします。なかなか出ないね、最強のカードです。そうスーパーレアですから。そうだ、そんなことないんじゃん。はい、7位お願いします。ガンガン行ってください。ガンガン。緑神竜ガミナイズム、これが好きなんですか？はい、実はね、これね、面白いですよ。送信竜カノプス、緑神竜ガミナイズム、一緒なんですよ、これ。族が一緒。あ、族が一緒。竜族で一緒なの。竜族ですか。君、竜族好きですね、何でも。うん。よく見てください。ここにかっこいい顔があります。ここ。チェック。は。はい。では、次に。次に、こいつは。はい、6位いってください。6位。今度はバン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 アタックができるの。レアカードみたいなのいかないの？ 6 位ぐらいからもう。レアカード？はいはい、いきますよ。ちょうど今思ってたところですが、はい、じゃあ第6位お願いします。第6位は、テグリグリ、オー！テグリ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 、テグリ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 、超新星！この光をまとまえよう。超新で、ライア、ボールストーム！おー、これかっこいいじゃん、なんか強そうじゃん。強いの？強いですよ。これはバーバンバーバンっていう時買ったの。お
進化クリーチャー、進化ボルデアックス、自分のドラゴン、ゾンビ、アーマンド、ドラゴン、アース、ドラゴンの、いずれか3体を重ねた上に置く。進化、そのね、進化って意味です。最強です。メテオバー、このクリーチャーがアタックするとき、このクリーチャーの下にあるカードを1枚墓地に置いてもいい。良い。はい。そうした場合、種族にドラゴンとは進化ではないクリーチャーを1体、自分の手札からバトルゾーンに出し、相手パワー5000以下のクリーチャーを1体破壊し、相手のマナゾーンから1枚選んで持ち主の墓地に置く。トリプルブレイカー、最強です。トリプルブレイカーだ。3つブレイクすんの。あ、ちょっと分かってきたな。ちょっとだけ分かってきたぞ、ディエマが。はい、じゃあ5位お願いします。ほいほい。じゃあもう5位だったらすごいカード出てくるんじゃないの。出てきますよ。よく分かんないんだけど出てくるよ。出てきますよ。でれれ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 れ。第5位は勝利を目指せ、必殺ガイアール暴れカイザー。ガイアール暴れカイザーっていうの、ピカピカしてます。これレインボーカードで、うん、竜マークがよく見るとあるんですよね。それちょっと珍しいカードなんだ。ちょっとじゃないですよ、スーパーレアですよ。スーパーレア S で S1。 だいぶ珍しいの。そう、超珍しい。そうですか。ダブルブレイカーだから先ほどそれダブルブレイカーなの、うん、さっきのトリプルブレイカーだったじゃん。そうだよ。でもこっちの方がいいの、うん、はい。じゃあ第何位だっけ。第4位。うん、4位。はい。極楽池温泉の湯あたり地獄よ、地獄を放て極楽温泉ガロス。なんだその名前、面白いね。デュエマの名前って。極楽温泉ガロス、温泉だとか湯あたりだとかさ。湯あたりって知ってる、どういうことなのか。知らね。あのさ、急に温泉にいっぱい浸かりすぎちゃってかえって体の調子が悪くなっちゃうことを湯あたりって言うんだよ。これ実はね、こっちの湯あたりをこれコンボすると最強になります。なんかこっちがあるよ。コンボって意味です。湯あたり地獄、温泉湯あたり地獄。おー、コスト3以下でクリーチャーを全て破壊。最強カードです。これレアじゃなくても最強カードです。わけわかんない。だって手、あの山札も全部破壊しないといけない。ダー一瞬で負け。テロリーテロリーリーで、こいつまず破壊した後にまずもうどんどんうざいことをしてきます、はい、これはお楽しみです。これは出てからのお楽しみです、うん、その効果を教えるのは。じゃいよいよベスト3ですね。はい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 、そうですよ、そうですよ、そうですよ。第3位お願いします。第3位、ダラララララララ、見るから見るまでかっこいい。めっちゃくちゃレアなカードですよ、これは。と第3位。これデュエマ大会に俺が出場した時の、あの記念のカードです。いつデュエマ大会出たのよ、あんた。出たじゃん。いつよ。出ましたよ。そうなんですよ。一人。はい。ミオ、プロキオン、ドラクイーンです。プロキオン？ドラクイーン。ドラクイーン。ドラッグーンか。これ珍しいの、このカード。珍しいです。4世パワーです。よくキラキラしてます。キラキラ。うん、そうですか。自分のターン中、そのターン初めて自分のマナゾーンにカードを置いたとき、カード1枚自分のマナゾーンから墓地に置いてもよい。そうした場合、その後、そのカード、自分の墓地からマナゾーンに戻す。最強じゃん。マナゾーンに戻しまくって、バトルゾーンの1体だけを集中って意味だね。はい。それでは、第2位。準優勝。君の好きなカードランキング、準優勝第2位は何ですか。特別品も後で紹介しますね。デデデデデデ、鬼丸爆、鬼滅カイザーよりももっと爆心な暴れ方、独身状態、鬼無双、ガイアガチ、ガチになっています。え、なにこれ、ガイア独身、独走状態、鬼無双カイザー、ガチガチですか。わけわかんない。真剣って意味。それは珍しいかと。珍しいです。これ、うん、プレゼントの2。
プレゼントって珍しくないんじゃないの？珍しいです。めっちゃくちゃ珍しい。だってこれね、コロコロのね、だってコロコロ服なんですけど、これなかなかみんな買わないから。いえ、みんな買ってるやん。これは。それみんな持ってると思います。だけどこれは意外とレアです。そうですか。コロクリチャーがすると相手はガチンコジャッキ、ガチンコジャッジっていうのコストが高い方が勝ちです。この6って書いてある。もし相手が5だったらこのカイザーガチのが勝ちって意味です。はい。はい。はいはいはい。どうすんの？これでもう次第1位いくの？そういうことだ、ね。それとも特別編を挟んで第1位いくの？そういうことなんだ。CM の後にしよう。でんでてんでてん、ハルト TV。CM 入りました。チェル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 マリオミーチェチェチェルチェルチェーン。でどうすんの？特別編。はい、特別編やります。はい、やるに決まってます。まずは特別なカード第1位、ガイア・ラバル・カイザー。さっき登場した。さっき出てない？これさっきランキングで出た、うん、これはもう鬼無双ですごいですね。第2位、第2弾か、第2のカードっていう、モーコ・ライガーブレード。あ、これかっこいいじゃん。闇勝つか、これすごいかっこいいじゃん。しかもよく見てください、頭がビクトリーの形してます。よ、これかっこいいじゃん。ほら、よく見てください、ガイア・ラバル・カイザー、もうガチ似てる。似てるか。似てますよ。あ、そうですか。で、この剣とか炎とかがちょっと変わったのがガイア・ラバル・カイザーですね。なるほど。よく見てください、勝つた、闇勝つた、なんか似てませんか？似てますね。なるほど。第3位、第3弾、特別編第3弾、第3弾てるじゃーん、ガロウス極楽カイザー。じゃーん、これもなんか何キラキラしてるか。私これもスーパーレア、さっきと一緒です。うん、なんか強そうだね。そう、ドラゴン、はい、ドラゴンブレイカー。もう終わりですか、特別編？まだまだあります。たっぷりたっぷり収録しといたのでね、もうね、撮ってるのが大変でしたよ。練習中ですね。だからそれはずいぶん長いんですけど、この動画そろそろ終わりにしてくれませんか、うん、すいません。これを見た人はね、目が頭が狂っちゃうかもしれない。まず極悪温泉ガロス、さっきも出ました。さっきも出たじゃん。これを仲間なんです。仲間のカードです。これはさっき紹介したのもそうです、はい、天下統一シャチホコカイザー。シャチホコ、そう、温泉さんっていう人とシャチホコさんっていう人、それライバルなら勝つたの。はい、チーム LL4。 なんかずいぶん日本っぽい名前だね。シャチホコだとか温泉だとか。最強横綱、最終の温泉たちの一番雑魚の部下だが、このカードは一番強い。見よ、最強横綱突っ張力士だ。何これ？力士っていう人が使う最強のカードです。おー、はい、わかりました。で特別戦一気に、あんま今時間がありませんでしょ？ないです。これでいきなり一瞬で出します。最強の技を使います。ここで、はい、4マナ5マナ、あー6マナの方いっちゃったな。マナで5とでも分けてあるから、はい、見てください。デスパペット大体勢ぞろいしてます。デスパペット、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 デスパペットね。あー、なんか可愛いらしいつか、ドクドクしいつか。怖いよ。すごい、このジェニーがいいね。エミリー、エミリー、ペルシャ、ザクザク人形。これ面白いです。ザクザク切らしてほしいんですの。これペルシャ、そう、怖いよ。ザクザク切らしてほしいんですの。怖い。おー、しかもこれ3000意外と珍しい。これも4000意外と珍しい。エスパペットは大体1000しかいない。お、なるほど。でここで特別編は終了です。はい、ではやっと終わりましたよね。いよいよ、だいだいだい、1位です、ね、ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーナンバーワン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 
じゃあもう決まってますよ。決まってんだ。はい、どうぞ。いい匂いですね。カレーパンマスター。こんなの？これが1位なの？君の第2のお気に入りの。全然強そうじゃないやん。お父さん、お父さん、匂い嗅いでみてください。何これ、カレーの匂いするの？そうなんです。ここの B を私がこすります。うん、はい、じゃあ貸して。匂い嗅いでみてください。あ、本当だ。カレーの匂いする。なんだこのカード。最強のカード。ここをずっと匂ってみてもいい？あ、ちょっと、あ、じゃあ映んないよ。この V っていうところが光にやってもここがピカーンってシールのように席に戻ってください。わかりました。じゃあそれが君のベストワンでよろしいんですね。はい、はい、では終わりにしてください、はい、でね、僕がね一番最強だと思ってるカード最後の紹介。あ、そうですか、はい、じゃあ最後ですね。式神ビックリーン最終カード、最強のカード。式神ビックリーン、なんで最強なんですか？クセンパワーでしょ？シールドトリガー、このクリーチャーをシールドゾーンから手札に加えるとコストをシャルゼン交換、こう、あの、召喚してもいい。だってこれは 4コストでしょ？だから4ターンたたないと出せない。そうですか、よくわかんない。4ターンになっても、はい、そして0ターンで出せるって意味。しかもパワーだから4000、アタック中このクリーチャーのパワーなんと4000、5000になります。最強でしょ？最強のミルシデだね。最強のミルシデっていうカードもありますけど、そのカードを私持ってないの仕方がない。じゃあ締めてください。はい、うわー、クッキッキュレンゴー。なんと私はアタックされない無敵のゾンビルから手持ってるんだ。